トレイシー・ソーン・ベン・ワット・エブリシング・バット・ザ・ガールは、イギリスの二人組音楽バンドである。ネオ・アコースティックの代表的なバンドとして知られる。デビュー当時はアコースティックを基調としたシンプルなサウンドであったが、キャリア中期からエレクトリックサウンドを代々的に取り入れ、クラブシーンでも知られるようになる。それぞれチェリー・レッドレコードから作品を発表し、春大学に在学していたマリン・ガールズの、 トレイシー・ソーンとベン・ワットの二人がレーベル企画によって1982年に結成されたユニット。もともと短期活動ユニットの計画であったが、思わぬ評判により、息の長い活動となった。グループ名は、女の子以外は何でもという意味で、春大学の近くにあった家具や雑貨を扱う、店の名前から取られたと言われている。チェリーレッド社の企画からビリー・ホリデーの、 ナイトデイを A 面に、お互いのオリジナル曲を B 面に入れたシングルを、レーベルの意図によって制作。この曲を聴いて、エルビス・コステロは狂気し、ザジャム解散直後のポール・ウェラーは、春大学へ押しかけステージに飛び入りしたほどであった。1984年にブランコ・イネグロレコードから発売された、ファーストアルバム、エデンは、UK チャート14位を記録し、ポストパンクから、 ネオアコースティックムーブメントへの道を切り開いた作品と評されている。アルバムごとに映画音楽、ジャズ AOR など様々な要素を取り入れ、やがてソウルツーソウルなどのダンスミュージックにも着目するようになり、パーカッションのプログラミングなどに反映されるようになる。しかしながらこの時点では、日本ではおしゃれに敏感な OL 層に人気のアーティストといった取り上げられ方であった。 すでに80年代終盤にはガラージュハウスのアルバムを制作することも考えていたが、その時点ではエトグにどのようにハウスサウンドを関連付けるかが定まらず実現はしなかった。その後も順調にリリースを重ねていたが、1990年にベンが難病にかかり、病院をたらい回しにされる状態のうちにやがて倒れてしまう。回復はしたものの、 生死の境をさまよう状態であった。ベンの療養中にトレーシーはマッシブアタック等と共演しており、これらの経験が後のサウンド面での変化につながっていくことになる。サウンド面での変化が如実に現れたのが、ベンが復帰してからの1994年のアルバムアンプリファイドハート発表後にリリースされたシングルミッシングのトッドテリーによるリミックスバージョンであり、 この曲は全英3位、全米2位まで上昇する大ヒットを記録した。以降、ドラムンベースは現代のボサノバと解釈し、ブレイクビーツ、ハウスといったエレクトロニックミュージックの要素を全面的に取り入れていくようになる。1996年の悲しみ色の街からはバージンレコードに移籍翌97年には U2 のツアーサポートをオファーされるものの、 今以上に楽しむ活動を求めていなかったからという理由で断念。1999年のアルバムテンパラメンタルをリリースした後の2000年に解散していたことが A ガーディアンでのインタビューで明らかにされた。解散の理由をトレーシーは自身の子供と過ごす時間を取りたかったからと語っている。一方、ベンも2009年の日本向けインタビューで15年間も メジャーレーベルで作品をリリースしていたから何か新しいことにチャレンジしたくて最終的にはトレーシーが業界を抜けて家族を持ちたいといったことがきっかけになり現在に至る道を歩んできたわけさと語っているガーディアンでのインタビューでは巨大化したバンドの現状に疑問を抱いていたことも明かされた2012年にアルバムエデンからアイドルワイルドまでの4作を ボーナスディスクをつけたデラックス仕様で再発したがトレーシーはアルバムのプロモーションは行うけど解雇趣味のツアーをする気はないのまたギターをぶら下げて昔の曲を演奏すると考えただけで怖いわと語っており一連の活動はバンドの再始動を意味するものではないとしている2013年にはランゲージオブライフから アンプリファイドハートまでの3作が2015年には悲しみ色の街、テンパラメンタルの2作がデラックス仕様で再発された。エトグの再結成も強く望まれる声もある一方、トレーシーは私はもうポップスレーベルで争い合うようなことはしたくない。自分が音楽家としてどうあるべきか模索しながらその信念にのっとっていきたいとソロ活動に専念。ベンは一旦は ディープハウスと呼ばれるダンス音楽にその活動の分野を完全に移し自身の DJ 活動及びロンドンを代表するパーティーレジードックの開催ディープハウスレーベルのバゼンフライの運営で大きな成功を収めたが2013年に同レーベルはシンプリリース及び新人発掘を停止しベンも DJ としての活動を中断したベンは2014年に 元スウェイドのギタリスト、バーナード・バトラーとの共作で、ソロアルバム、ヘンドラをリリースした。ソーンとワットは1998年と2001年に3人の子を設け、2009年に入籍している。これまでに、マッシブ・アタック、アダム・カイ、ディープ・リッシュなどのアーティストの作品に参加している。ベンは、リミキサーとしても活動しており、シャーデー、マックスウェル、 ミシェルンデゲオチェロなどの楽曲をリミックスしている。バンドとしての活動以外にも、2009年8月15日に、ベンが単独で来日し東京のクラブ、大館山屋アーニで DJ として、パフォーマンスを行った。ちなみに、1997年の来日公演でも、バンドとしての演奏の前に、ベンの DJ タイムが設けられていた。ありがとうございます。